インドネシアへの移住、失敗しないためにはインドネシアへの移住を考えている人もいるが、移住するには何が必要か、どのぐらいの費用がかかるかを知らなければ後悔してしまう。ここでは移住に失敗しないために、費用やビザの条件などを見ていこう。インドネシア移住のデメリットは何かというと、場所によっては現地の言葉を覚える必要がある点。当然ながらフィリピンと比べたら英語は通じづらい。 東南アジアの中では治安がそれほど良くないのもマイナス。タクシーの運転が荒かったり、ドライバーのマナーがそれほど良くなかったりするのは行ってみて気づいた点。25歳からのインドネシア駐在員日記より。運転が荒いのは日本でもあるが、経験上、こういう見知らぬ土地ではより自動車に注意しないといけないのだ。この運転の荒さに加え、現在は渋滞も数年前に比べひどくなっている。 首都ジャカルタの渋滞は日本でもニュース番組などで紹介されることもあり有名だが、渋滞とは無縁だった田舎でも最近は渋滞が発生するようになっているのだ。また日本よりは生活費は低く抑えることは可能だが、現在のインドネシアの物価はかなり上昇している。このため生活費はもちろん不動産の取得費用なども10年前に比べ数倍に膨れ上がるという事例も起きている。移住するとなると現地の人たちと打ち解ける必要もある。 インドネシアに移住した人のコミュニティもあるが、インドネシアに住む人のブログ、25歳からのインドネシア駐在員日記で、現地の生活を知ることも可能だ。しかし、やはり住むなら、現地の人との関わりは必須だ。だが、世界最大のイスラム教徒の国インドネシア、習慣や文化といった点で、日本とはだいぶ差がある。イスラム過激派とは異なり、ムスリムは平和を愛し、穏やかな人たちだが、 移住となるとやはり現地の文化が合わない人もいる。何しろ気軽にお酒が飲めないのは毎日飲むことが楽しみなあなたにとってはやや厄介な部分。俺のようにポーク好きな場合も同じ。25歳からのインドネシア駐在員日記。なお、インドネシアに移住するとメイドを雇うことがビジャ取得の条件になっている場合がある。 メイドを雇うことで家事からは解放されるが、場合によってはトラブルになることもあるので、メリットでもあるがデメリットの一つとも言える。インドネシアに移住するのはリタイアしてからと考えている人もいる。他にも仕事のために移住する場合もある。移住するためにはビザが必要だが、リタイア後に移住するのであれば、55歳以上限定のリタイアメントビザがいい。このリタイアメントビザは1年更新で最長5年の滞在が可能だ。 ただし、このリタイアメントピザは、一定の預貯金と指定地域で施設購入か物件賃貸。インドネシア人のメイドを雇う。仕事をしない。というような条件を満たす必要がある。加えて、パスポートが18ヶ月以上。年金証書か銀行残高証明書。月1500ドル以上の年金受給か銀行配当や定額収入が必要になる。他にも、キタス。 という暫定居住許可証があり、仕事をする場合はこちらになる。このキタスもリタイアメントビザと同様に1年更新で最長5年有効。そしてリタイアメントビザ、キタスともに最初の取得から5年経過するとキタップという5年有効の永久滞在許可証を申請できるのだ。インドネシアでは政府により国内の過密地域から過疎地域へ人を移動させる 移住政策が行われている。しかし、現在のところ、外国人の移住に関しては、他に地域の指定はされていないので、ジャカルタなどに住むことができる。だが、政権が変われば、これも変わる可能性があり、注意しないといけない。ビザの取得には、種類ごとに条件がある。また、政権によって制度が変わる場合もある。いざ移住をするときに後悔しないように、しっかりと情報を集めて、条件を満たしてから、インドネシアに移住するようにしよう。 そういえば、自分と同じく、下見なしで東南アジアに移住したマサオミ。今はジャカルタで南国ライフを楽しんでいる。